今倉岡さんに教えていただいたロープのゆまるの極意、そうですね、ゆまるどん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 もう全体重でこれに寄りかかっていいんですけど、前の人がいるんで、前の人がトラバース、要はつまり横方向に動いてる時とか大きく動いてる時は引っ張ってない方が前の人がやりやすいってことです。それを見ながら、なんとかねやっていけばいいってことですね。たまにこのフィックスロープが切れたこともあるからね、そこはこうやってかけ直さないと。このところ、こういうところはですね、割と落石になっちゃうから、下に落石になっちゃうから、できるだけ岩を登る。自分は今回ラストだから別にいいんですけど、前の人がこうやってやると全部落石になって下行っちゃうから、岩を登ること、はい、です。ワンポイントアドバイス、倉岡さんからですね、自分じゃない。